石原明の経営のヒントプラス、第3回目の質問が、実際起業しようと思っている方が、営業セールスは一回きちんと、まあ、体験した方がいいんですか、必要性について教えてくださいということなんですが、最近の主流は何かと、起業するためにウェブの制作が上手にできたらいいんじゃないかっていうことで、独立がインターネットで簡単にできる時代なんで、みんなそっち行っちゃうんですね。その中で営業ってどうなんですかねっていうのは聞かれることが多いんですけど、まあ、物事はみんなが右行ったら左で、左行ったら右なんですよ。なので僕はもうこれからはリアルな営業が強いところが勝つので、絶対に営業強化してください。組織的な営業絶対やった方が勝ちますよっていうことをずっと言ってるんですよ。独立しようと思うんであれば絶対にリアルな営業やってた、ウェブ作れれば起業できるってみんな思ってる。これ英語喋れれば外国人の方とコミュニケーション取れるのかっていうと、ボキャブラリーというのはその人の思考ですよね、はい、それこそ歴史とか分かってないと日本のこと語れないっていうのと同じで、ビジネスっていうのは物を売るとか買うことによって成り立つでしょ、はい、だからサイトは作れても、はい、サイトの中身が魅力的かどうかが実は文章が書けるかどうか、喋ることが文章になる、はい、だから営業やったことがない人がサイトいくら作っても実は成功しない。意外とそれはどこにも言われてない、うん、みんながウェブ作っていく中で唯一成功してる人は営業センスがある人だけ。逆に言うと営業センスがあれば独立企業はウェブとか使えば簡単なんで、はい、やりやすくなってるっていうふうに思ってってもらって、営業は絶対やった方がいいですね。でじゃあ営業って2通りあって、はい、実は日本の営業の場合はほとんどがルートセールスなんで、できれば何かの形で B2C ですよね、はい、クロージング系のセールスを勉強した方が企業の場合はいいと、はい、で初めて出会った人に何時間かお話しして物を売るっていうこと、これが一番で自分を鍛える。でもしこの質問した人が大学生とかだったら、はい、絶対そういうアルバイトしてます。で大学生だったら全然 OK じゃないですか、はい、で失敗いろいろしながら、はい、1回の失敗からどれぐらいのことたくさん気づくかってことがすごく、はい、なんで前回も言いましたけど、物はなぜ売れるのかっていうのは良さそうに見えるから売れるって話したら、はい、こう喋ればきっと魅力的に映るよなということで、はい、プレゼンテーション作って、これは仮説じゃない、その仮説をもとに喋ってみてうまくいくいかないでしょ、はい、でこれが検証ですよね、はい、でうまくいった時もなんでうまくいったのかってことを反芻するし、はい、うまくいかなかったら理由を絶対に答えが見つかるまで考え続ける。起業しようと思った時にやっぱり自分で物売れないとそもそも経営者になれないなって思ったんです。例えばバックヤード系だとか経理系の地域で独立した人が結局物売れないので、売れる人を採用するしかないんですよね。で優秀な営業部長さんとか入ってくるのはすごくいいんですけど、結局誰の会社になってると物売れる人の会社になっちゃうんで制御できない、はい、なのでそこのところ自分が持ってないとそもそもダメなんだなと思って、まあ、ちょっと大変だけど本当に B2C でセールスやってみたんです、はい、でその時にいろんな人が売れてる売れてないのを観察しながら、はい、やっぱり売れてる人とそうじゃない人っていうのは、はい、物を経験した後にどれくらい自分で反芻して自分を高めるかという違い、はいかなと思ったんですね。です同じ失敗をしてもなんで失敗したのかなって、まあ、しばらく考えてまあいいかって言ってですね、切り替え早い人は全然成長しないんですよ。そこをしつこくするんですよね。しつこくずっと考えてると本当に分かるんですよ。本当に分かるっていうのは何かっていうと、あもう電話したアポイントの取るときにあの言葉をこういうふうに言ったからダメなんだなとかですね、最初にお会いした時の名刺交換の目線のあれが良くなかったんだなみたいな、本当細かいところでね、はい、気づくんですよ。で絶対この理由で売れなかったっていうところまで答えが分かるまで反芻する感じ、はい、で本当に分かったものは自分の気づきなんですごい成長するんですよ。だから1回のセールスで10も20も成長する人と1個しか成長しない人って、はい、30回プレゼンテーションした後にも違う場所に立って、で僕はそういうこといっぱいやったんで本当に人に対してコミュニケーション能力も高くなったし、はい、物を売るってことに関しては全く不安がなくなる、ね、僕がいいと思ったことに関してこういうふうに説明すればおそらく絶対人はこう反応するっていうことは全部分かる、はい、なんでコンサル業をやってても実際にこれは売れるか売れないか僕が判定できちゃうんですごい楽なんですよね。それからこれ売るんだったらこういう表現しないとそもそも売れませんよみたいなことを僕はもう普通に喋っていきますからすごく強いんですけど、そういう能力を若いうちに身につけた方がいいんですよね。だからさっき言ったみたいに上目にみんな行っちゃってて、はい、物を売るっていうことはすごく人気がないじゃないですか、うん、なんかなりたい仕事のナンバーワンは経営コンサルタントで、一番なりたくないのが営業なんですけど、はい、実はコンサルで成功してる人も営業経験がある人のみだ、まあ、そういう意味でも独立起業する、はいするんであれば、はい、自分自らが物が売れるってことに強い方がいい、はい、リクルート出身の起業家が多いっていうのは、はい、あれ営業バリバリにやってるんです。どこでも飛び込んでっちゃう。あれができないと実は突破できない。で人気ないから右行ったら左だから、はい、もう絶対希少価値おすすめです。なるほど。まあ実際僕営業セールス経験なく起業したんですが、はい、思うんですか。自分の場合は興味がすごく強いから
それが自然に営業になっちゃってますよね。で、あの新聞社ながらいらっしゃって、はい、取材してたことで相手の持ってるものを引き出すことを覚えて、でそれがだから非常に強い営業になっちゃってるじゃん、はい、で要するに普通だったら聞けないものを引き出して聞いてるわけでしょこれってすごい営業なので、何らかの形で物を売る相手 その考えてるのを引き出す、まあ、コミュニケーション能力を、ね、磨いちゃってるので向いてますよっていう話をしたんですけどね。ということで、はい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。